この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、サッカー日本代表ミッドフィルダーの遠藤航が所属するリバプールは現地時間3日、プレミアリーグ第14節でフラムと対戦し、4対3で勝利した。2対2で拮抗していた中、途中出場した遠藤はモハメド・サラーからのパスを受けて、同点となるミドルシュートでゴールを決めている。開幕直後にドイツのシュトットガルトからリバプールに電撃加入した遠藤のこれまでの活躍には首をかしげる者が少なからずいた。そんな不安を一掃してしまう遠藤のゴールに、海外のメディアは称賛の嵐。そしてまさかの同点ゴールを決められた敵将は脱帽した様子だった。現地12月3日に開催されたプレミアリーグの第14節は、日本代表のサポーターにとっても、リバプールファンにとっても記憶に残る試合となった。4対3で劇的な逆転勝利。19分にトレント・アレクサンダー・アーノルドのフリーキックで先制したリバプールは、4分後に追いつかれるも、39分にアレクシス・マカリステルのミドルシュートで再びリードする。その後に2失点を喫して逆転を許したものの、83分に投入された遠藤が87分にモハメド・サラーからのパスを圧巻のミドルシュートを決めて同点弾。これで勢いに乗ったリバプールはその1分後にアレクサンダー・アーノルドがゴラッソを叩き込み、土壇場で試合をひっくり返した。わずかな出場時間ながらも、見事な結果でチームの勝利に貢献した遠藤に対し、海外メディアも賛辞を送った。ESPN は、日本代表選手はゴールを決めることで知られている選手ではないが、完璧なシュートで同点に追いつく活躍を見せたとコメント。リバプールコムは、最も良かった選手は、もちろん、トレント・アレクサンダー・アーノルドだ、としながらも、遠藤航もまた、ベンチにいる選手では最もヒーローらしからぬ選手であったが、ボックスの外から見事なゴールを決めた、とし、採点、9をつけた。また、BBC は、プレミアリーグでの初ゴールは記念すべきものだ。そしてリバプールにとって本当に貴重なゴールだった、称賛した。勝利目前だった中、遠藤のゴールで士気を崩してしまったフラム。リバプールの地元紙、リバプールエコによれば、フルアムのマルコ・シューバ監督は試合後、我々はこの試合からもっと多くを得ることができた。アンフィールドに来て、自分たちのプレーをすることができたのは大きな収穫だ。彼らのゴールの決め方は一流だったが、攻撃パターンが決まっているからそこまで脅威には感じていなかった。とコメント。その上でこう言葉を続けている。あの日本人選手が決めた同点ゴールで逆転されるのは分かっていた。変化をもたらしたかったが、彼らは慣習を利用したんだ。と遠藤の同点ゴールが決まった瞬間、熱狂するスタジアム雰囲気に敗戦の恐怖を感じていたようだ。アンフィールドはチームの勢いを飲み込んでしまう怖さがある。それを彼らは理解している。だから3点目が決まってからはとにかく逃げ切ることが重要だった。しかし決められてしまった。あの日本人選手には脅威を感じたことがなかった。だからこそ彼がフリーになってあのシュートを決めるとは思いもしなかった。そこからは彼らのゲームだ。何もかも飲み込まれてしまった感覚だったよ。とこれまでリバプールのメンバーの中でも不調だった遠藤のゴールは予想外だったと嘆いた。この試合でチーム2点目となるゴールを挙げて、移籍後初ゴールをマークしたマクアリスターはリバプール FC.com で遠藤について語り、同選手のインパクトを称えた。遠藤が間違いなく試合を変えた。彼のゴールとチームが正しいバランスを保つように貢献してくれたおかげだ。ゴールにより、そして適切なバランスを保つための彼のチームへの貢献により、遠藤は間違いなく試合を変えたと思う。おそらくクロップが僕を下げた時、チームはとてもオフェンシブだったし、僕たちには遠藤のような選手が必要だった。彼が活躍できてとても良かった。彼は本当にナイスガイだし、練習もサッカーに向き合い姿勢もプロフェッショナルだから、当然の結果だ。またマクアリスターは自身のゴールについて、ブライトン時代のレスター戦でナイスなゴールがあったけど認められなかった。だから
このゴールは人生最高のゴールだと思う。ゴールスコアラーとしてのリバプールでのキャリアの悪くはないスタートだったね、と振り返った。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。遠藤選手はもともとミドル上手いですよね。これから出場時間増え、いつの間にか外せないスタメンになってくれると思います。代表でも期待してますし応援してます。今日のアンフィールドはまさに劇場でしたね。おめでとう。現地サポの手のひら返しには笑いましたが、今日のようなゴールやボール奪取、他にも縦へのキーパスやロングフィードといった分かりやすくダイナミックなプレーの積み重ねがないと信頼は得られないのでしょう。ある意味ここからがスタートですね。要塞アンフィールドの魔力ここにありって感じさせる一戦やった。負け戦でも勝ちに転じさせる魔力が相変わらず感じさせてくれる。遠藤の一撃もアンフィールドの魔力が背中を押した結果かもですね。クロップがこの局面で出すということは安全策であるはずもなく、前で刈り取るチャンスが高まり、アーノルドたちをより上げられると思ったのかもしれない。となると5メートル前の攻撃的守備と広範なカバーリングという超難問タスクへのチャレンジが認められつつあるのかもしれない。すごい。ミドルもだけどカウンターをインターセプトした場面もいい仕事をしたな。クローザーとしては満点。継続性が出ればカップ戦も勝ち上がっても先発起用はされるだろう。試合数が多いからローテーションは必須で計算できる控えはありがたい。1点を追う展開でなぜエリオットじゃなくて遠藤なんだと思ったサポーターも少なからずいただろう。そのサポーターたちを黙らせる見事なミドル。しかもあのアンフィールド。今後も競争は続くけど間違いなく大きなアピールになったはず。クロップは負けてる状況でなぜ遠藤を出したのだろう。敗戦処理かとも思ったのだが、普段の練習やこれまでの試合の様子から遠藤ならゲームを変えられるかもと期待したのだろうか。七戦にも出てたし、クロップの中で遠藤への信頼が高まってきていることを信じたい。シーズンもまだまだ続いていくとはいえ、マンチェスターシティがトッテナムと引き分けたことでチャンスが生まれたリバプールにとってはここで負けることは許されない展開でした。そうした中での後半の大事な局面での遠藤選手の投入、サポーターの間ではまだまだ信頼されていない声も多く上がっていますが、この大事な場面でクロップ監督がいい加減な判断をするわけがありません。その期待に応える、いやもしかするとその期待を大きく上回る結果を残したのではないでしょうか。日本代表を応援するサポーターにとっても、そしてリバプールサポーターにとっても最高の夜になったことは間違いありませんね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。